皆さんこんにちは、わらび座の鈴木純子です。今月もやってまいりました、月一マライ。この配信は役者の素顔や今どんなところに取り組んでいるかくくいっとお伝えする配信です、はい、今回はこのメンバーでお送りします。女子です。さて皆さん、この前まで暑い日が続いていましたが、はい、そう思ったら最近めっきり涼しくなってまいりました ね。寒いくらい寒いですね。もう涼しくなり秋の訪れを感じます。いや皆さん、その秋といえばなトークをちょっと最初にしていただきたいと思います。自己紹介も一緒に、はい、ではアリさんからお願いします、はい、空に出演していますこちらの牛尺夫人ですね。はい、丸山優子、みんなからはアリちゃんと呼ばれています。秋といえばやっぱりね、稲穂、もうね、このわらび劇場の周りはざっとこう、もう黄金色にも輝いている、綺麗ですよね、すごい綺麗、ね、そうね、私は何が好きかというと、あの稲穂の香りもう何とも言えない、あの藁の匂いが好きで、頃からうち、あの田んぼ持ってたのね、青森なんだけども、もうそのあのなんていうか、田植えの手伝いをしてたりとかした経験があるからか、懐かしいと思って、で、あの稲買った後、皆さん分かります、うん、このぐらいね、木が残ってる、それをね、私長靴でこう踏むのが、あ、分かる、踏むの感触気持ちいいですよね。中古も分かる、っていうのが、なんかこうね、足裏のマッサージになってるような、わかんないんですけど。痛くないんですか、あれ。全然、気持ちいいの。それで、もちろんご飯も大好きだし、やっぱりね、ご飯はね、本当にね、エネルギーになるから、皆さん日本人はご飯食べましょう。以上です。お米といえばアリさんですもんね。ありがとうございます。それでは続きまして。はい、私は、ソラハンの久保田美優です。秋といえば、芸術のということで、あの私最近、あの朝のルーティンがありまして、あの朝起きて、あの冷たい水で顔をパシャッとこう、そこから結構序盤からちょっと始まるんです、パシャッて、あ、いい気持ちいいと思ってそのままあの窓を開けてですね、あの涼しいあの空気をこう感じて、でその状態で、あの書道をやっています。そうらしいですよ、私もこの間知らんかい、そう寝起きだね、寝起きでやるぞって思ってこう、で書くとすごいすっきりして、なんかいい朝を迎えれるんですよね。ちなみにどんな文字を何で書くの、おはよう中古じゃん、おはよう、いや、なんかこう、いろはにほへとみたいな、なんかあの基礎練みたいな、あの昔からあの小学校から書道をやってたので、そのなんかお手本みたいなのがあって、それでこう見ながらこういろはにほへとみたいな、国際漫画の文字盤みたいな、あ、そう、そんな感じでそんな感じで私は毎朝こうね、こうすごい芸術を感じながら朝を迎えております。おー、はい、おー、素晴らしい。その後何の後なのかな、自分の紹介も書いて、そらそらそらに出演しています河井田みなみです。私の秋はですね、まあ、やっぱり食欲の秋、これですよね、はい、まあ、特に今里山プロジェクトもどんどん進んでるので、なんかあそこでね、焼き芋焼いてみんなでなんか食べたりしたいなって思うんですけどね、夢は膨らむばかりっていう感じで、はい、焼き芋いいですね、栗もね、その、あ、そうそうそう、あ、そっかそっか、あるし、味覚がたくさん、はい、ありがとうございます、はい、うん、さて最近のわらび座も実りの秋を迎えております、うん、まず我らが誇る田沢湖ビールが、なんとワールドビアアワードという世界をのビールを、世界一のビールを決めるコンテストで、なんとカントリーウィナーに選ばれ出場しました。カントリーウィナー、ウィナー、ウィナーですよ、何かわかりますか、わかんない、国のウィナー、あの日本の1番とか2番の選ばれ、日本代表としてそのビールに、すごい、すごくない、本当にで、あの、まあ、残念ながらね、今年はあの結果が出て受賞を逃してしまったんですけれども、いや、でも日本のね、うん、大
代表に選ばれたっていうのがすごいことで、でまた何度新ビールも発売されるの知ってますか？知ってますよ。10月7日だったかな。すごいビールはチェックしてるよ。さすがお酒好きのみなみさん。ちなみに何ていう名前のビールでしょうか？ちょっと覚えてない。カタカナも苦手で、でもあのなんか赤い感じのね、赤色、秋らしい色の琥珀色のビールということで、琥珀キルスです。おー、はい、飲んでみたいね。絶対美味しいと思うので、皆さんで飲みましょう。皆さん飲みましょう。飲みましょう。また、昨年公開した秋だ、祭りだ、花火だ、美味しさ動画があるんですけども、それがなんと再生1万回を超えました。ちなみにこの動画見られましたか？見ました。どうでしたか？いや、なんか今ほらコロナの影響でいろいろ祭りが中止になってるじゃないですか、だからこそなんだろう、こう画面を通してではあるけれど、そのエネルギーみたいなものがすごい動画に出てて、でまたあの踊り子ちゃんたちもあのね、あの子供たちが踊ってるものも見れたりするので、私そこが一番自分が好きで、何回もその踊ってるところばっかりついつい見ちゃうんですけど、はい、すごいおすすめの動画です。はい、ありがとうございます。なんとこの動画ですね、あのわらび座舞台を、あの映像として撮影して動画で配信するっていうことをやってるんですけども、これは本当動画用に撮影したものなので、実は本当の花火を打ち上げて、それをちゃんと動画で撮って、舞台とコラボレーションしてるって、動画ならではの演出なんです。そうなんだ。すごいですよ、そのために作られた考えで。ぜひ見てない方は、あの今ね、花火とか、さっき言ってもらった祭りとかが、全国的になくなってる中で、あの楽しめる作品となっておりますので、ぜひ見てない方はご覧ください。また動画といえば、ゆぽぽカレープロジェクトなんていうものも指導しました。お疲れ様ですよ。実はリポーターとしてね、みなみさん出てくださったんですけど、このプロジェクト、どんなプロジェクトか教えていただけますか？今まで学生さん向けに出されていたゆぽぽのカレー、あとは朝食のバイキングでお客様に出されていたカレーをレトルト化して、あのたくさんの皆さんに食べていただこうっていう、そういうプロジェクトが始まっております。今まで修学旅行生ね、何百校と来て食べてたカレーですね。で、私辛いのちょっと苦手なんですけど、あのカレーならバクバク食べれちゃう。でもだからといって子供向けっていう感じの味でもなくて、そうなんです。なんか錦牛を使ってたり、八幡平ポークって両方で出し取ってて、お腹が減る。そうなの。それで、あのこんなに喋っていいのかしら、あのオレンジが隠し味だったりで、修学旅行生のものには実は丸いねカツがつくんですって、あの普通のカレーにね。それはどうしてかっていうと、その後の踊り教室の発表会が丸成功するようにっていう思いでこう添えてたりとかっていう、そんなお話もねちょいちょい聞きながら、カレーも食べました。美味しかった、とっても美味しかったです。そのカレーをレトルト化して発売するまでも追うっていうプロジェクト。そうです、そうです。楽しみですね。食べれると美味しいですね。ビールと合うと思います。合いますね。合う。ダブルで楽しみにしてほしいですね。ありがとうございます。さて、今日の本題でございます。今日はわらび劇場公演そらそらそらのメンバーにお越しいただきました。今年度の公演ももう実は折り返しということで、公演の思い出だったりをお聞きしたいと思います。ではまずはじめに、そらそらそらはどんな舞台か、みなみさん教えていただけますか？はい、大空を飛びたいという夢を見た、女性の物語になっています。野崎八重さんという方が主人公の方なんですけど、秋田県の三種町出身で日本の女性パイロットの先駆けと言われている方です。で、当時は、まあ、八重さんの生まれが大正5年なので、もう空を飛ぶなんてことは全然こう懐疑的な時代というか、で女性だったらもうね、職業に就くことすら、ちょっと厳しかった時代に、大空を飛びたいって夢を見て、両親とそして航空学校の仲間たちに支えられて、その夢を叶えていくっていう、はい、そういう、八重さんと八重さんの周りの人たちの、まあ、ハートフルな物語になってます。夢を追う女性も、はい、ありがとうございます。はい、ではその思い出エピソードだったりを、じゃあ
アリさん教えていただけますか。そうですね、あの2年目なんですけどね、あのお客様からねやっぱりいろんなあの感想をいただいて、それはアンケート用紙でね書かれてて、私たちあのコロナがあのこういうふうにね、なんていうかこういっぱいこうなんていうの思いを振るって行く前はお見送りをしてたんですね、終演後にこちらのこのロビーで、でそこでお客様からいろんなあの感想を聞くことができたんだけども、そういうことができなくって、そのアンケート用紙見てくださったあのお客様のアンケート用紙からあの紹介したいなと思うんですけど、2年目のその、はい、あの学生さんたちがね、はい、ご修学旅行とかで、はい、今回も数少ないですけども、はい、来てくださっているので、その中の一つお願いします、はい、はい、僕はこういう公演が苦手で途中で飽きてしまうことが多いのですが、ね、正直に書いてます。そらそらそらはとても楽しくて最後まで夢中になって見るぐらい面白かったです。特に印象に残っているのが八重さんが秋田に凱旋飛行をするところです。ずっと前に八重さんが空を見上げて飛行機を見ていたのに、今は空から秋田を見ているのがなんだかすごいなと思いました。浩平さんとの関係も気になりましたというちょっと混ぜた感じで、そうよく見てくれる ね、 ね、そう、うん、さて、まあ、千秋楽が実は11月21日ということで、はい、もう2ヶ月切ったんですけれども、うん、その千秋楽に向けての意気込みを最後にお一人ずつ聞いて終わりたいなと思います。誰からいきますか。はい、ちょっと行かせていただきますか。私から大許しちゃったまあでもあの千秋楽だっていうのはなんか全然まだなんか気持ちがこう千秋楽になるんだなくらいで、全然あの終わるっていう感じはしないんですけど、でもその千秋楽云々考えるよりも、あのやっぱこの目の前にある一つ一つの公演をやっぱり大切に演じていきたいなって思います。なんかうん、一つ一つ目の前にある公演をしっかりやるっていうのが私の目標、意気込みですね。はい、ありがとうございます。すみませんでした。では南さん、はい、1年目から、まあ1年目の時は本当に私自身も初めてのわらび劇場の主演ってことで、まあ、どの役をやるとしてももちろんその真剣度は変わらないんですけど、でもこうやっぱりやることがいっぱいあるっていうことに最初はすっごくいっぱいいっぱいで、周りも全く見れてなくて本当に反省することがいっぱいあったんです。実はでもあのだんだんと作品の力、それからアンケートをもらったお客様のアンケートの力、そして支えてもらってる仲間とか先輩後輩スタッフの皆さんのそのなんだろう熱意とか、なんか本当にこのコロナがあったことで自分が生かされてるんだっていうのをめちゃくちゃ感じた2年間のなので、多分この作品で過ごした日々のことはずっと忘れないんだろうなって思うし、で、まあ、作品に関して言えばこう世界中がね、日本中もそうだけど世界中が大変な今だからこそ、八重さんのこうどんなことが起こってもとにかく夢見る力だけは人一倍みたいな、そういうなんか元気というか、あの飛べない時代でも飛行機作りましょうなんていうような彼女のその夢見る力がきっと、この劇場から世界中に元気をもたらすと私は信じているので、千秋楽まで本当にみゆちゃんも言ったように一公演一公演を今日が一番スペシャルだっていう気持ちで、届けきりたいと思っています。頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、はい、そうですね、私としてはあのまあなんていうかな、突然ごめんなさいこんなこと言うのはあれなんだけども、うん、人間は必ず亡くなります。あの命やっぱり亡くなるじゃないですか。だからこそやっぱり一日一日がやっぱり本当にこう大事で、一回一回が大事でっていうのをすごく感じるんだよね。であの役者だからとにかく私もあのなんていうのかな、作品やっぱり悩んだら作品に立ち返る、うん、そしてこの場面は何が一番大事なのかっていうのを本当に追求し続けて、そして役者同士が本当にその場で生きた会話だったり、目だけでこう交わし合ったり、そこで本当に生きたあの演技ができたらやっぱり私は最高だなって思います。
ますね。あの2年目になるとセリフさ、ほら感情がなくても出てきたりするじゃないですかっていうのは、いや、まあ、そういうのは絶対したくないんだけども、うん、そういうふうに陥りがちになるんだけども、うん、やっぱり生きたこういうものが空気感としてお客さんに伝わるんだよね。だからそれをやっぱり一回一回私も大事にしたい、うんうん、それをずっとこうあの目標を持って突き詰めて、それが千秋楽いい形で迎えれたら本当最高だなって思います。それがお客さんにきっとあの恩返しとして、今までお世話になっているお客様に恩返しとして伝わるだろうし、ずっと心に残る作品としてなんかちょっとでもあったらいいなって思います。ありがとうございます、はい、空を見てですね、実はあのアリさんが、うん、あの八重さんお母さん役で反対するんですけど、うんうんうん、反対するけど最後は秋田に、うん、あの、うん、時にあの花道で手を振る、あそこで泣くんですあそこのお母さんのなんか反対したけど娘が来た、そのなんか複雑だけどすごい嬉しいっていう気持ちが、でもセリフがちょこっとしかないですよね、あそこ。あそこセリフないですね。セリフしかないですか。ないけど泣けるんですよ。本当は今お話を聞いて、うん、そういうふうなのを本当一回一回とか一シーン一シーン大切に演じられてるからなんだなと勉強させていただきました。そんなそらそらそらあと2ヶ月です。ぜひ皆さんまた見に来てください。また他のチームも全国への公演など頑張っております。どうぞお近くにわらび座が来た際は劇場に足を運びください。またこれからも Twitter や Facebook など様々なコンテンツで私たち情報を発信してまいります。なのでそちらも見守っていただけましたら幸いです。それではまた次回のスキッチわらびもお楽しみに。